さあ始まりました、エイコゴーということで、今日はですね、エイコに向かってゴーしていきたいと思います。さあ、普段とはですね、私いつも違う場所にいるんですけども、今日はなんとですね、パチスロバイオハザード RE2 という機種が、これからですねホールの方にこう導入されるということで、なんと特別に、バイオも好きだしスロットも好きだし、こんな僕に特別に打たせていただけるというチャンスをいただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。本当にね、どういう演出でドキドキさせてくれるのか、この大当たりのね、この喜びをね、どういう風に祝ってくれるのか、すっげー楽しみです。ということで、こちらありますのでめくってみますか。いきましょう。こちらがバイオハザード RE2 でございます。どうぞ。おお、でかー、画面でかっ。なんかもっと こんなんだったよ俺、昔下積み時代やってた時全部なん。あ、そしてさらに両サイドにも何かこう演出がありますね。うわー、うわ、なんかちょっとこの風景だけでもすげーなんか懐かしさを感じますね。出世したな、バイオハザードアリツ、おめでとう。さあ、ということで早速プレイしていきたいと思います。お願いします。この街で何が起きているんだ。あ、日本語バージョンなんだ。これはいろいろ演出が起きたらこのバーを狙っていけばいいのかな。多分このバーにチェリーがついてるから、スイカも多分滑ってくるのかな。で、なんかね、ちょっと先ほど聞いたら、ここのなんていうの、このでなん心電図、これが興奮すれば興奮するほどチャンスみたいなことでございます。レオンね、おっとクレアになりました。毎回こう、おなんだ今の割れたのは、演出なのかな。ちょっとバー狙いますね。お、なになになに、リプレイでも抽選するのかな。チャンスのレバーを押します。おおおおおお、マービン、懐かしい。無事だったか。おんおんおん、武器獲得率アップ中。こいつを受け取れ。おお、なんか来た、なんか来た。マービン、何くれんのよ。研究記録なんだよ。なんか随分、おお、チャンス来ました。次の段階で必要となる実験器具についてはすでに確保済み。チャンスをします。チャンス。まあ一応青の心電図からこの緑色になりましたよ。ちょっとアップはしたんかな。おっと、ゾンビの鳴き声が聞こえてきました。さあリプレイ。何か手がかりはないの。おっと、お、赤い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 、チャンス続いてます。これなんか近づいてきてんじゃねえの。ちょっと待って、なんか光ってますねこれ。あ、チェリー、メモのこの青いのがちょっと気になりますけどね。僕はヒーローだ、僕は天才で神様、僕は知らない、僕は誰だ。気のせい、気のせい、結構ドキドキ言ってるよ。だからなんかこういうホラー系のね、あ、緑戻した、大っていうのはやっぱ怖くなれば怖くなるほどチャンス。こうレバーを押した時にさ、こういろんなところにこう場所を移動するんですよ。それが全部知ってる場所だから、すげえなんか懐かしく感じるわ。このトイレもあって、リプレイですね。
チャンス目かな。じっとしてるわけにはいかん。暗いな。うわ懐かしい、ウェルカムレオン。レオンのこの新人のね警察官のこうパーティーが行われるはずだったんですよね。行われたのかな。さあ来ましたゾンビ。さあどう発展する。この野郎。さあハンドガンを向けて、やばい、あダメだ、一旦引くぞ。あダメだ、これ倒さないとダメなんだ。だからおそらく僕のスロット経験的にどうなんですか、やっぱ今第1ボタンで打ったじゃないですか、第3ボタンまで引っ張ればチャンスみたいなのあります。やっぱそうですよね。なるほどなるほど。だから普通のバイオハザードゲームの方だとさ、ゾンビ出るなよゾンビ出るなよって思いながらプレイしてたけど、このスロットの方はやっぱゾンビとか敵とか現れた方がこう当たりに近づくというかね、ちょっと複雑な感じありますよね。この部屋あの中に使えるものがありそうだ。あったね、この端末で開くはず。おおおおお、何スパークショット G 撃破率アップ、ゾンビ撃破率大アップ、すげえ。さあここの武器が変わりました。ゾンビ撃破率大幅アップよ。これでゾンビに出会えれば倒せる可能性高くなってきました。ただ待って、そうかカウントされてんだ、あと17ゲームしか使えない。よし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 、頼む、なんか出てこい。なんだった、なにくそこんな出ないかね。なんかもっと音立てるとかさ、声出すとかでなんかおびき寄せろよ。来た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 。さあどうよ、見たことないよこの演出。ホールド、ちゃんとホールドしてくれてる、超ありがたい。おおお、来た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 、残り3ゲームでゾンビ出現しました。スパークショットよこっちは。撃つなよ、まだ撃つな。あーあ、でもいった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 、おお倒した。でこれでこの心電図が上がったってことですね。でこれをどんどん続けてってゾンビをどんどん倒していけばいいんだよ。さあこれでまたハンドガンに戻ってしまったと。これやっぱレオンといえばね、あ待って、血だらけです、血だらけです。で今ゾンビの声しました、チェリー。誰かいるのか確かめてみるか。暗いな。さあチャンス来ました。あ滑ったね、これで、ま、多分スイカじゃない。あれ違う、これはチャンス目ですか、チャンス目、チャンス目引きました。くらえ。おおおおお、継続してるぞ。いい加減にしてくれ。あ倒した。おおお、赤の上、赤の上。で興奮してマイク落としちゃったよ。赤の上行った、赤の上行った。これは何かあるぞ多分。でも聞こえるか？至急応援を頼む。すごい画面が赤いです、真っ赤です。レオン頼む。ミッション。ちょっと待って、期待度やばい、期待度やばい、星5個中3つ半。
ネクストジャッジ。おお、ちょっと待ってくれ。さあバトルが始まります。これはなんか入ったんすか。カスト、これチャンスゾーン、これにカストどうなんすか。カスト AT、 カスト AT だそうです。これ負けるわけにいかない。子役を引けばチャンスアップ。あ、この目玉野郎ね、なんか来い子役来い。あ、なに、あ、押す、チャンス。オッケー、プラス3ゲーム、チャンスが増えていくぞ。はい、キスハンドガン、チャンス。誰だ、エイダがいる、エイダがいる。これエイダ当たったら熱いんじゃない。あー、ダメか。残り6ゲーム、来い。あー、ダメだ。やべ、来た来た、リプレイ来たよ。よし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 、来た。これ倒せんのか、子役来ねえかな。ダメか、やべ、ちょっとあんまりね、いい雰囲気じゃねえけど。ジャッジバトル終わらせてやる。ハンドガンでいけねえだろ。見てみろよ、向こうの攻撃。いや、そりゃそうよ。終わるなよ。お、なんか来た、なんか来た。どうなの？第3ボタン押します。うわ、いや、こっからなんかねえか、エイダが出てきて復活みたいなのないか。ダメだ。ちょっと子役の引きが良くないな。まあこの栄光号でも何回かこうスロットをねやったことあるんで、視聴者の皆さん分かると思いますけど、まあまあ僕このスロットの引きがねすげえ弱いんですよ。お気づきの通り。お、倒した。おー、上行った上行った。なんか近づいてきてるか。あ、来た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 。聞こえるか、地球応援も。ミッション来た。よし、おっと、これさっきのやつですね。またさっきのに入りました。さっきは負けましたけど、ただハンドガンなんだよな。いやー、これいけるかな、子役次第か。いやー、結構やっぱ大画面だからね、すげえ敵とのバトルはすげえ迫力ありますよ。この炎とかもなんかちょっと熱さが伝わってくるぐらいなんかリアルで。なんか来い。あー、ダメか。なんかインス来い。おっと、来ました。お、来たっけ。なんかステップアップしない？色変わってますよ。
さあここ来い、誰か来い。あ、やべ、マジか。どうなんだろうな。これは黄色っすよね、金じゃないっすよね。黄色です。黄、金、黄色だよね。そうっすね。俺に任せろ。文字は青。いやーどうだ。あ、なになになに、押せない、押せない、押せない。うわすげえ、ロケットランチャー来た、ダブルで。うわすげえ、うわ来た。俺全然押せないと思ったら来た。勝利、嬉しい、すげえ迫力。ロケットランチャーダブルで、でこれで今ここで勝ちました、で当たりました。今から何が入るんですか。 AT に入るんですけど、はい、AT に入ると必ずボーナスからスタートします。なるほどなるほど、ボーナスからスタートの AT チャンスですね。おっ曲来いて、おっ来た、あ、勝手に揃った。チャンス押します。何これ、ではなくて、はい、ウイルスが感染した状態のいいボーナス。あ、なるほど、通常ボーナスともう一個上のボーナスが2種類あるってことですか。上位ボーナスがある。なるほど、上位ボーナスの1つです。なるほどなるほど、あ、来ました。ちょっと時間かかってしまいましたけども、ビシッと決めますから、決めるところは。オッケー、じゃあこれは7狙って指示通り、おー来た、はい、プラス10上乗せ。おー楽しい、これはこの後の AT がプラス10上乗せってことですね。よしよしよし、なるほど。上乗せ来い、よっしゃ来た、はいプラス10、いいよ。何？何これ？これ逆押しで7を狙っていただいて、揃うと1ゲーム連です。揃うと1ゲーム連？もうこの緊張すんな。でもこういうところで弾けるのがやっぱスターですよね。いきます。あ、すいません。トータル100、105枚得ましたんで、こっから AT チャンスプラス20ね。 OK、 でもちろんこの AT 中にも上乗せチャンスとかありますよね。 AT 中は上乗せチャンスではなくてボーナスを引いてください。あ、ボーナスなんだ。ほう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 、この AT 中にボーナス引けたら最高よ。ってことはやっぱり子役だよね。チェリー、スイカあたりをこうガツッと。外れを5回引いても全然します。あ、外れ5回でも、これですか。はい、はい、周りのところがこれ、はい、それが全部周りが白くなると最終戦。あ、なるほどなるほど。チャンス抽選。もう少し。もう少し。もう一回来い。あ、ダメか。おお、なに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 。これ、来るんじゃない。チェリー来ました。おおおお、なになに、なな、なに、なに、なんか
見えないんだよな。超アップって書いてますけど、なんて書いてるんですか、これ見切れちゃってますけど、なんか超アップしてます。あ、フリーズか、フリーズ期待度超アップか。何これ、すげえドキドキするんだけど。フリーズしてる、フリーズしてる。来た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 、やったー。うわ、すげえ、フリーズ、あ、フリーズじゃない、フリーズした。で、これボーナス、これ普通のボーナスから、はい、ウイルスにどれだけ感染できるかっていうゲームになってる。なるほどね、感染すれば感染するほどテンションも上がる。上がります。で、そうですね、あの今泡みたいのが、はい、6個あると思います。はい、これが、半時計回りに、はい、ぐるぐる、あの1ゲームずつ回ってきます。はい、で、一番手前ですね、はいはい、そこにウイルスが来た時にリプレイだとかレア役を聞いていただくと、そのウイルスをもらうことができる。うわー、なるほど、難しそうな。で、先ほどあの15枚役、はい、あのバーとか7狙っていただいたゲームですね、はい、あれを引いてしまうと終わってしまうので。え、嘘、あれを引く前にウイルスをどれだけ感染できるかです。わかりました、やってみましょう。感染すれば感染するほどチャンス。15枚役は引かないように。え、もう終わってしまうかもですよね。あの15枚引くと終わります。終わり、終わりました、いきます。あ、ダメか、リプレイ、あ、やばい、早いよ、早いよ。なるほどね、まあまあ、でもまあね、とりあえずメダル数は増えてますから。エイダに会いたいな。さあ、終わりました。え、ちょっと待って、何これ、エンターライオンって何、すげえレインボーに輝いてんだけど。いや、すごい、なるほどね。さあ、ということでエンターライオンも出たところで続きいきましょう。さあ、プラス10ね、いいね、いいね。やばい、そろそろ。なんだこれ、スイカです。あったね、娘ね。なんか来い、チャンス、もう一個チャンス来い、来た、もう一個来い、お母さん、どっちか、ミッション来い、どっちですか。もう少しだ。ミッション。ダメか。やばい、終わっちゃう。ダメか。終わるか。あー、終わりましたね。さあ、こっから復活はないか。なんだこれ、なんだこれ、お、びっくりした。これで通常に戻っちゃったってことですね。はい、
でまたさっきみたいに敵倒してあのゾーンに入れるってことですね。なるほどなるほど。なんとなくこの RE2 の仕組みというかルールが分かってきたよ。あのパンデミックチャンスもう一回ちょっと引きたいっすね。で感染させたいな。おいやあのね、今ここが赤く光ったんだよね。一瞬チェリーかなってやっぱ思ったら来ましたね。あこれ、これ関係ないですか。キョウチェリー来た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 。バービー、レオ、また会えてよかった。こいつを受け取れ。なんだトムの日記、手紙を出して2ヶ月になるのにオリバーから返事がない。おお続くよ続くよ。チャンス。何何何、来た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 。地球応援を頼む。怪しい雰囲気だ。ミッション来た。いやーでもちょっとこれどうだろう。やばい。逃げられたか。いやーそうだな、今ちょっと弱かったな。さあ気を取り直してまた強チェリー外したか。おおおお、なになになに、マービン助っ人で来た。ここは任せて先に行け。何今の猫みたいな声。本当に？あっあライオンね。文字破壊です。さあ来ました。終わったんだな。えエンディングじゃん。お逆回転ボーナスゲットです。チャンス。あーダメだ、スライドスライド。あ来た。何プレミアムって書いてる。何プレミアム、どういうことどういうことどういうこと。一番いいやつですね。一番いいやつ来ました。プレミアム来ました。何がいいんですか。感染、あのウイルスが感染するとって話したと。はいはい、ウイルスが3つ、はい、あの感染したやつがそのプレミアムなんです。なるほどなるほど。七揃いがしやすいと、あとゲーム数の上乗せがしやすい。オッケー。あとは増殖しやすい。増殖しやすいと。オッケーです。チー来い、来たプレミアム。よろしい。オッケー。あ、え、まだ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 、なになになに。気合を込めろ。レバーいきます。せーの、きたきたきた。ナイス。こういう演出あんの。めっちゃドキドキさせるじゃん。チーチー来い。オッケーオッケーオッケー。気合入れさせてくれ。これはブラジルね。おお、まだ来るまだ来る。カモ、しゃー。ちょっと待って、やばいやばいやばい。え、マジ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 。来い。オッケー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 。お、プラニージュプラニージュプラニージュ。ちょっと待って、プレミアやばい。ちょっと待ってくれよ。オッケーオッケー。おお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 お、すごすぎる。さあ何もたまったこれ。ちょっと待って、すごいんですけど。
130貯めました。さあ、こっからまたボーナスを引けばいいんですね。よし、引けるでしょう、130もあれば。この外れ目、外れ目っていうか外れでも抽選してくれるからすげえ優しい。もう少しだ。大分ね。おお、なにクレアのこれ、なにきたー、ボーナス。すごくないですか。あ、これだ、パンデミックチャンス。さっきはですね、15枚役を引いて早々に終わらしちゃったんですけども、今回は15枚役引く前にうまく完成させたいと思います。頼みます。最悪。もう確定？いや、まだ分かんない。この引きマジで弱えな。大丈夫、まだチャンスあります。まだパンデミック引けばいいんですよね。あ、なんだ、スイカだ。プラ20ゲット。これまあこの栄光号やっててね、今今回こうやってバイオハザード RE2 打たせていただいてるじゃないですか。まだホールに導入する前ですよ。そのね、台を打たせていただけるっていう喜びももちろんありますけど、これで何がいいって大当たり引いてよっしゃーって言えるのがホールじゃできないですからね。もう心の中で言うしかない。これをね、感情を表に出せるっていうのがすっごくねいいんですよ。スロットやパチンコやってる方ならね、気持ちはやっぱねガッツポーズなんですけど、それを押し殺しながら回せなきゃいけないっていうのがねあるからね。さあ、またパンデミックチャンス引けるように頑張ります。まあワンボーナスぐらいは引けるでしょう。なんか来ないかな。チェリー来ました。おお、今日チェリー来るぞ。えいだ、もう少しだ。赤いよ、チャンスが赤いよ。エイダ来た。おお、フリーズしてる、フリーズしてる、フリーズしてる。よーし、来た。さあ来ました、パンデミックチャンス。行きましょう、そろそろ3度目の正直。オッケー、やめて。よし、これここで15枚ベルでもいいですか。15枚ベル取っても大丈夫なんですけど、パンデミックチャンス自体は終わっちゃうんだ。リプレイでいいんだよ。やめて、やめて。ああ、いや一応これはもらえるけど終わっちゃうのよ。まあ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 、徐々にいきましょう、徐々に。すごい、おお、きた。緊張すんな。
行きます。何度かこんなにチャンスをくれるということは、視聴者の皆さんもどっかで7揃うの見たいよね。いきます。くそスロットの神様、許されるならもう1回チャンスください。7、逆押し7揃えチャンス。おいやプラス20きた。おい、さらに、待って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 、これでプラス40になるってこと。うまくいけば、おりゃしゃあ、ナイスすぎる。おい流れここだろ。何このドラマティックな流れ。プラス40きてここ、いきます。あらー、なにこれ、やらせかのようなすげえいい展開、素晴らしすぎる。ええ、これなんすか。ナナも増殖するんです。ナナも増殖きた。え、ちょっと待って、2回ゲットってことすか。なにこれすげえ、マジで？何この台？ちょっと待って、すごいんだけど。面白い。めっちゃ気持ちいい。え？嘘でしょ？ Here we go。 またさらにってことですか？きっと！ちょっと待って。え、7、4って書いてますよ。ビッグ4溜まってるみたいな。すごいんだけど、マジで。バイオハザード R1 すごいな。ラスト。で、これでラストなって、一応、あ、ナンバー2のゾンビ、シンプルゾンビ、ゲットしました。で、どうなんの？で、このパンデミックは何回もできるってことですか。4回分、すごすぎる。来ないでしょ。まあいい、まあいい、まあ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 、まあ、4回ありますから耐えろ。あーダメだ。あー、いいとこまで、ちょっと惜しいとこまで行ったんだけどな。リプレイ、難しいな、パンデミックチャンス。なんでだよ、なんでだよ。パンデミックチャンス相性僕良くないな。さあラストってなりました。プラス10、ここがですね、なんかあの星が全部たまるとタイラントが出てくるということですね。はい、あと1234567で10個たまるとか、今7回ボーナス引いてるんで、あと3回引くとタイラントが出てくるというちょっと楽しみですね。頑張って3つあと引きましょう。赤い、これさ、やっぱそうだ、チャンスだ、ゴールドですよ。おお、えい
が来た。チャンス。来た。はい、フリーズ。気持ちいいこれ。さあ、来んなよ。オッケー。さあ、来い。いけ。来た。これはもう確定。ああ、もっとだから貯めることができるわけですよね、うまくいくとね。オーケー、カモン。来た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 。さらに増殖、さらに増殖。ああ、増殖する瞬間がたまんないですね。さあ、プラス89ゲット。さあ、ちなみにあとタイラントまであと星2個、ボーナス2回です。想像してた初日と違うな。そうか、レオンの初日の日だったんか。海賊になった日にもうトラブルというか、もうバイオの世界に入ったわけですね。想像してた初日と違うな。あなたの最後の、今度は俺が君を守る。スイカです。さあ、どうなる。よいしょ。あ、初めて見る。クレアが襲われてます。かわせかわせかわせ。ネクスト。やばい、フリーズしてる。ナイス。ナイスレオン。ありがとう。こんな演出なんだね。さあ、そろそろと。よしよし。おお。でもこれで終わりか。リプレイ。もう相変わらず弱いんだな。はい。ちなみにタイラントまであとボーナス1回。あれ、来ねえな。増殖みたいな。じゃあ50ゲット。さあ、あと1回です。このアンブレラの周りのこの星、あと1回。今度は俺が君を守る。スイカ、ちょっと待ってください。あれ、チャンス目だ。
さん。ミッション来ました。あ、これも初めて見ますよ。え、早っ。あ、フリーズしてる。すげえ早っ。この逆押し7がすごい頻繁に来やすいよってことね。揃えたい。よっしゃー、増殖増殖。来た。マジかよ。ちなみにこれ何回まで増殖するんですか。すごい。いや、マジですごくないこれ。すごい。7、4つ。ただ皆さん、まだまだ終わりませんから。このエコーは何、なんか金色だよ。全員いるよ。はい、来たー。すげえ、すごい。もう一着きた。あ、終わりか。すみません、テンション上がりすぎです。こんなホールだったらもう本当に嬉しくて泣いてるよ。そうか、これレオンであったりクレアであったりエイダであったり期待度が変わってくるんだ。お、2人、ちょっと期待度高いんじゃない。カモン、おっしゃい。オッケー、十分。スイカだったかな今ね。よし。ラスト見てください。9個溜まってます。7が。何ざわざわしてますけど。レオン、やったな。私が言った通りね。出しすぎた。何これ、すげえストーリーになってんだけど。
どうもお疲れ様でした。約2時間ぐらいですかね、打たせていただきまして、感想としてはもう最初から最後までもうドキドキが止まらないと言いますか、まずやっぱこの大迫力の画面の映像も綺麗だし迫力あるし、で僕は一度プレイしたことあるんで懐かしいところもやっぱあったし、なんか本当になんか次はどんな演出があるんだろうとか、レオンやクレアをすごくなんか心からこう応援してる自分がいて、なんかねめちゃくちゃ楽しかったです。はい、でなんとか、まあ設定もあるでしょうけど引きも良くてですね、なんかたくさん2591枚、ゲットさせていただきました。で本来ならば、ここに書いてた星かな、なんか星があって星を10個貯めるとタイラントが見れるらしいんですけど、たまたま僕がボーナス中に7を何個も貯めちゃったもんでそれが見れなくなっちゃったんで、ぜひ皆さんですねホールの方で、自分の目でちょっと確認してみてください。さあこちらスロットバイオハザード RE2 がですねいよいよ全国のホールに導入されます。詳しくは概要欄に載っていますのでぜひ皆さんチェックしてみてください。というところで本日は皆さん応援ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。